突然ですが、こちらの実験、あなたは見たことがありますか？とある液体同士を混ぜ合わせると、湯気とともにブクブクと液体が泡となって膨れ上がり、あたり一面を泡だらけにしてしまうこの実験。海外 YouTuber や国内人気 YouTuber がプールやお風呂など大規模で行った動画が話題になりました。一躍有名になったこの実験、どういった反応が起きているのかご存知でしょうか？ここからはこの話題の実験を科学的に解説していきます。こちらの実験、海外ではエレファンツトゥースペーストと呼ばれ、日本語ではゾウの歯磨き、ゾウの歯磨き粉などと言われています。ではこの実験、一体どんな反応が起きているのか紐解いていきましょう。この実験で必要なものは3つ。まず1つはおよそ 30% 程度の過酸化水素、そして洗剤、最後に溶化カリウムです。では改めて実験映像を見ながら解説していきます。過酸化水素と洗剤を混ぜた容器に溶化カリウムを入れると、その瞬間容器から大量の泡が発生し、容器を覆い隠すほど膨れ上がり、あたり一面を泡だらけにしてしまいます。これは溶化カリウムが触媒として働き、過酸化水素が酸素と水に分解する反応が促進されます。洗剤がこの酸素を捉えて泡立ち、爆発的な泡の吹き上がりが起こったわけです。映像では分かりやすくするために着色料を混ぜています。それでは化学反応式で今回の実験を見てみましょう。過酸化水素は水と酸素、化学反応式で見るととてもシンプルですね。溶化カリウムから供給される溶化物イオンと過酸化水素の酸素原子が反応し、水と中間体が生成されます。次に過酸化水素の別の分子が中間体と反応して、水と酸素を生成し、溶化物イオンが再生されます。この過程で溶化カリウムは変化しないため、触媒的な働きとなります。その際の反応式を表すと、溶化物イオン存在下での過酸化水素の分解は次の通り2段階で行われます。またこの反応は発熱反応であり、発生した泡は熱くなり湯気が立つこともあります。今回の動画はここまで。これからも話題の実験を科学の目線で解説していきます。次回もお楽しみに。